小城さん、はい、帝京小沼監督、スコアボードの大時計を2回、3回、4回、5回と盛んに見ています。あ、そうですか。最後まで諦めるな、みんな走れ、立っていてはダメだ、全員上がって攻めろという指示が出ています。もう残り3分を切りました。帝京右から10番の松並、ボールが抜けた、こちらサイド阿部が行きます。阿部、さあ阿部が踏ん張ってセンタリング、阿部がセンタリング、さあヘッドの競り合いからシュートはどうだ、12番の池浦、池浦打てない、後ろからシュート、ゴール、同点ゴール。帝京残り3分で同点に追いつきました。ここなんですね、はい、帝京のこれまでの強さ、まあ、最初私申し上げました、チャンスと見た時に畳みかけるですね、分厚い攻撃が初めて出ましたよ、はい、今日のゲームで。そうですね。さあもう一度ご覧ください。折り返して、ここはね、右から左にね、大きく振ったボール、そしてここで競ってこぼれたボールをですね、ここですね、折り返しました。これよく返しましたね、競った。小城さん、はい、帝京高校の応援席ですが、チアリーダー、そして女子高生が泣き出してしまいました。あ、そうですか。はい、もうすごい喜びようですよ。帝京が土壇場で1対1の同点に追いつきました。やはりね、帝京のうまさが出ましたね、今、最後のところで、掴んだチャンスというものを見逃さないところにですね、この帝京の強さというのがあったんですよ、1点リードされてた、最後に掴んだチャンスだったですね。そうですね、それをね、実に中盤の選手が分厚くフォローして、得点に結びつけた、いい点数だったですね。小城さん、帝京の小沼監督、一段と表情が険しくなりましたね。何やってんだお前ら、もう1点取りに行かないとダメじゃないか、厳しい声が飛んでいます。もう1点取りに行きます。さあ手元の時計で残り1分となりました。また帝京がボールを持った、長いボール、松並にアウト、あ、フリーだった、フリーだった、もうゴールしか見えない、とシュート決まった、逆転帝京、松並オフサイド、オフサイド、いやオフサイドです、オフサイドです、逆転ならずオフサイドでした。ちょっと微妙ですね。高田さんはオフサイドを取りました。いやオフサイド、今ねノーゴール1対1のまま、松並くんがいい動きしたんですよ、一度内側に入って一回外側へ、逃げた、その逃げた場所へですね、長いクロスボールが出たんですけどね、さあもう一度中に入れる、あ、また抜けた、シュート、本当は本当にゴールだ、本当は本当にゴールだ、逆転した20番の沼口、ほとんど時間がない、時間がありません。帝京が土壇場で逆転しました。もうこれ信じられないですね。いやさあ順番はここで立て直して早く攻めたいところ、もう全員で攻撃したいところであります。得点は2対1、手元の時計ではもう40分過ぎています。いや、こんなことがあるんでしょうか。帝京が逆転に成功しました。残り3分ですね、3分で2点ですね。そうです、ここで笛です。帝京高校7年ぶりの決勝進出、信じられない、残り3分で逆転しました。帝京一時はオフサイドでノーゴールになりました。1対1に戻りました。しかしその後20番沼口のシュートが決まって2対1、帝京逆転、一方一船もう9割勝利を確認したかもわかりません、77分間は一船のゲームだったんですからね、まあしかし選手も呆然ですね。これはしかし見事な逆転劇ですね。驚きました。本当勝負ってのはわかりませんね。本当にわかりません。これが布監督の表情、一方これが金子、両チーム健闘を称え合います。いや、準決勝第1試合に続いて PK 合戦になるのではないかと思いました。しかし最後沼口が決めました。1年生が決めました。2対1、なんという試合なんでしょう。まあそのゲームに対する執念といいますかね、最後まで
当にこの捨てなかったですね、はい、帝京のなんていうか精神的なたくましさといいますかね、あるいは勝負に対する執念といいますか、はい、そんなものが全て出たものですね。